ます。あ、ちょっと向こう見とるの。今触ったらこっち見て、ちょっとこっちにこうしてですね。おはようございます。6月の22日。いや、今ですね、朝からですね、あのご飯食べてくるときにちょうど6、7時半頃かな、ニュースは見よっとですけど、うちの嫁がピシーってこう、夏空に帰らせてしたんですね。ピシッてまた帰られたみたいなですね。私あの夏空はミラクルショットですって絶対面白そうでしょ。あれですね、あれやっぱ面白かった。やっぱ広瀬すずちゃんやっぱもう最初パッて見た時、あ、これは撮れるなと思ったんですよね。やっぱですね、ところですね、撮れないといえば我らが稲手、頑張れ稲手。あの明日がですね、いよいよ僕勘九郎ちゃんですかね、あの金栗先生の金栗さんのですね最終回になりますので、よかったら全国の皆さん見てやってください。よろしくお願いします。もう率が大変なことになってますのでですね、ポツンと一軒家がお休みだったけんですね、撮るかと思ったら、なかなか残念やったですね。まあ頑張ってください。もうですね、もうよかったらすいません、最後せめて最後 10% で上げてください。よろしくお願いします。はい、いやめっちゃですね、それでよかったら全国の皆さんですね、あの玉名のですね元市役所のところに金栗伊達店館っていうのができとったですね、あ、よかったら見に来てください、お願いします。ある意味でレアポジションです。はいはい、じゃどうもどうも、バカなこと言ってねえで、はいはい、6月の22日土曜日夜8時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。よし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 、朝の連続のあの夏空、今日はコペパンパン食い寄らしたな、主人公さんがですな。やっぱあれ面白そうだもんな、でも絶対あれ私見てみたいですよ。でもあの昨日 YouTube で寄らしたですね、あるアニメーターさんが、あのすいません、今ちょっとアニメーター人気になってますけど、アニメーターに一番必要な素質は何ですかって、はいって。絵の才能はいりませんって、ひたすら低収入に耐えれることですって、おその通りだなみたいな。はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。はい、一つよろしくお願い申し上げます。